ドンケイちゃんです。ドンケイちゃんです。あとイジさんがそこに身を切っています。はい。はい。今日は一日お休みです。一日メンバーに休みあげたら一番太ってこれるやつは誰だー。ちょっと三軒目始まったよ。はい、今日今から体重測って戻ってくる時に一番体重が増えてた人が。シンプルだな。今日一日使った分の金額を全員に話せられます。はい、あー勝負なんだよ。勝負です。一番太れてない人が割合的に一番多く払ってもらいます。面白い。みんなでカメラを持って食べ物旅行に行きたい。まあ大食いより嬉しい。自分で食べたいもの決められて。あ、確かに確かに。そう、はい、食べに行けるわけだから。はい、という感じで今から撮ってきてください。まあ、じゃあまず体重を測ります。はい、じゃあ僕から行きます。お、はい、行きます。はい、僕はやるちゃん 66.4kg。 はい、了解です。はい、じゃあキョンさんいきます。キョンちゃん 61.5。 おお。はい、じゃあエイジさん。変わんねんでそれ。おお。しゃー、お前でかいな。 69.5。 そんなあるんだエイジ。はい、クマ、クマは 57.1。 めちゃくちゃガリです。ガリなんですよ。じゃあ、次回から旅行行ってきます。どうも、エイジでございます。上野に来ております。そして、上野といえば、アーメン陽光。イエーイ。上野ってことはね、塔でも秋葉に行けるんで、かなりの一石二鳥だと私は思います。はい、目的地に到着しました。ここはですね、門の中です。お花屋さんはいっぱいあります。ただ、僕は1個のラーメン屋さんを目当てに来たんですけど、ただいまの時刻、1時半、表参道でございます。これ何が狙いかっていうと、まあ表参道って割と原宿とか渋谷とか近いんですよ。なるべく飽きないように数を食べて攻める作戦、位置を狙います。まず何が食べたいかって話なんだけど、そばを食べたい今。1点目、ケバブでしょ。やっぱりケバブライス。はい、これよこれ、ケバブというのは。はい、どうぞ。はい、うわー、来ました。美味しそう。美味しそう。うん、うまい。完食いたしました。引き続き食べ歩きの旅をお届けしたいと思います。ラーメン弁慶さん、背脂ちゃっちゃ系っていうんですか。ここが僕の思いつく限り一番太りそうなラーメンです。はい、ラーメン来ました。まあ、ここになく太れる。着きました。めちゃくちゃおしゃれな、案内してもらったんですけど、めちゃくちゃ綺麗な店内ですね。こんな企画久々ですよ。めっちゃくちゃうまさです。揚げもちそば、いきなりかっ飛ばしてるんでしょ。これ大盛りです。しっかりと。うん、美味しそうなタピオカがあるんで、デザートとしてタピオカキウイスムージーを注文します。キウイタピオカ、美味しそう。いただきます。めちゃくちゃうまい。さあ次は何を食べ歩くか。めっちゃうまかった。ありがとうございます。大盛りにしたからね、この後どこ行こうかなって考えてたんだけど、マジで結構来てるんだよ腹に。クレープかな。今行けてクレープぐらいかな。食った。やっべ、具合悪い。もう今日何も食いたくねえ。まあトンちゃんもそうだけど、俺もさ、めっちゃ小食なんだよ。不利なんだよこの企画。歩きたくない。苦しいプラス歩いたら痩せちゃうから、痩せたくない。ラーメン食べました。今から31食べたいと思います。甘いのって太るじゃないですか。まあ一日で太れるか分かんないですけど、どれがいいかな。今お腹はね、11分目ぐらいです。ここから頑張って15分20分ぐらいにしないと。今からアイスを食べるんですけど、アイス軽いですね。アイスって甘ったらくて胃にたまるけど、体重が増えない軽いもんじゃね。失敗した。3軒目ですね。こちらの中華のお店、春巻きが最初に届きました。これ担々麺ですね。いや、めっちゃうまそう、これ。うん、おいしい。
ソフトクリームとかさあるんだけどさ、たまんないじゃない。絶対体重には換算されないんですよそれは。まあとりあえず歩きます。あんま歩きすぎてね汗かいて体重減っても嫌なんだけど。クレープ屋着きました。ここですよね有名なの、原宿で。まあ攻め続けないとね今日は勝てない。あのキョンちゃんとクマは、まあ、ぶっちゃけ無理しなくても勝てるんですけど、エイジだよね問題は。やっぱやるからには勝ちに行きたいんで、今日は休みの時間をなるべく減らして食べ続けたいと思います。うん、寒かった。苦しい、めっちゃ苦しい。今上野公園に来ております。休憩しないとやばいんで。31オレンジソーベ、その日で太るシリーズじゃないよね。30分ぐらい休憩したのかな。休憩したおかげでお腹の方は空きました。とりあえず上野から移動します。目指せば秋葉原で。電車で移動するのもありなんですけど、歩いて秋葉向かいます。その方がねお腹も空くんじゃないかなって思ってるんで。続いて購入したのがチーズハットク。うん、あ、おいしい、おいしいです。ただいまの時刻3時前かな。もうここまでノンストップで来ました。次に食べる商品はこちら、ロングポテト。死にそうです。原宿の街を眉間寄せでこんな顔して歩いてます。倒れそう。みんな絶対食ってないよこんな。うん、美味しい。すいません、あの今タクシーに乗っております。喫茶店出た時にですね、あの持病の腰痛がですね非常に悪いことになってまして、あの本当に動けなくなっちゃって、整体行きます。整体のところがですね、まあ、あのお金かかるじゃないですか。賞金が今なくて、やるちゃんに借りに行きます。キャッシュカードにも持ってないんで、割と近くにやるちゃんがいて、そこまでちょっと急ぎで向かうためにタクシーに乗ります。太るとか言ってらんないぐらいマジで腰痛くて、せっかくの休みなんで今日は整体に時間使おうと思います。俺だけだと思うんだよな、まだ1食しか食えてないの。金貸していいの、うん、返せよじゃあ。ちなみに何食食べた。まだ1食。うわマジで、先行っちゃうんじゃないか。じゃあやるちゃんが1万円くれたんで、あの1万円くれたんで腰直しに行ってきます。でてかみんなすげえな、3食も4食も。俺そんな食えないよ。秋葉原来ました。まず何を食べるかなんだけど、何行こうかな。とりあえずあれだな、たこ焼きだな最初は。じゃじゃん。けど動いたからね、ちょっとお腹が空いてるんですよね。なんでこれを頑張って食べます。美味しそう。いただきます。うん。うまいうまい。これだったらね、いけるわ。うまいな。いや銀だこはやっぱ美味しいよね。ということで、まあ1時間ぐらいかな移動して、今ここは、お台場に来ました。これマジで辛いぞ今日。着いたはいいけどさ、1時間ぐらい何も食えそうな気しないもん。よくよく考えてみるとね、まあアホと小食とあとおじいちゃんが相手なんで、まあ、このペースで行けば勝てんじゃねえかなって。で今あのパレットタウン向かってます。あの巨大観覧車があるところ、遊園地ですね。瀬骨院さん終わりました。本当にびっくりするぐらいで、ね、楽になるんですよ。本当に今もうなんともないっす。これマジすごいっす。いやせっかくさこんなお台場来てんのにさ、一人ですよ、ぼっち。マジでカップルとかしかいないもんね。さっき実はですね、僕のツイッターの方である問いをしました。これだったら何個でも食べれるもの教えてっていうことをつぶやいたんですよ。最後ねそのみんながこれだったらいくらでもいけるよっていう食べ物をいけそうなもの選定して一気に体重増やしに行きたいなと思います。ちょっと場所変えたんですけど、太るものってなんだろうって思ったんですけど、マックでなんか買いたいと思います。いやこれさ苦しくてお腹パンパンにしなきゃいけないんでしょ。マックの何を食べたらお腹がパンパンになるんだろう。頑張ってハンバーガー1個。いやめっちゃ苦しい。もうちょっとやばいっす。散々食べましたよ。もう腹がやばい。ケバブ、ピヨカ、中華、たこ焼き4軒も食ってんだよ飯一日中。やばいわマジで。入りましたお店に。で頼んだのがこれです、レタスチャーハン。本日メイン2発目ですね。いただきます。うん、浅草
来ました、また。もう僕毎回この手の動画浅草来てるんですよね。困ったからとりあえず土地勘のある浅草に来ました、雷門です。今ねもうすでに6時16分なの。仲見世通り商店街で食べ歩きみたいなことしてやろうってちょっと思ってたの。もう閉まってんの。どのお店もことごとく閉まってんの。あ、回転寿司もいいな。回転寿司なら安いよな。あ、決めた、回転寿司にします。こちら元祖寿司さん。はい、やっと食べ終わりました。30分ぐらいかかりました。もうマジで無理。5時なんですけど、このままやってもラチ開かないんで、ツイッターで聞いたものの中からですね、選んで最後それで追い込みかけて終了とします。はい、ということでちょっと休みました。腹がめちゃくちゃ痛い、上からも出そうっていう。久々だよ、ほんとこんな頑張ったの。僕の性格的に別に勝ち負けとかこだわんないんですよ、僕。あ、まあまあ今からね、感動系の BGM とか流してていいんす、いいんすよ、編集者さん。まあね、ぶっちゃけね、僕ね、勝ち負けとかこだわんないんですけど、なんかやっぱり皆さん、動画へのコメントとか、ツイッターとか、本気で応援してくださるじゃないですか。やっぱね、そういう気持ち見るとね、僕らもね、頑張りたくなっちゃうんですよね。なんか無理して頑張るってよりかは、やりたくなっちゃう。だから今日もね、僕は自分の限界にチャレンジするつもりで、ただね、ラスト、多分次で食べる。めっちゃうまそう。チキンステーキですね。本日5軒目。買い出しとかいろいろ秋葉行くんですけど、ずっと前からね、気になってたんですよね、このお店。あ、見て、うまそう。うん、うまっ。いや、ビール欲しいわ。完食いたしました。ごちそうさまでございます。6時22分ですね。もう正真正銘、次がラスト、移動も含めたらラストになるかなと思うんで、ツイッターで募集した何個でも食べれるよってやつ選びたいと思います。枝豆とかカニカマとか桃いちごとかあるんですけど、これいいなって思ったのがプリンってあるんですよ。確かにこれプリンだったら今の状態でもいけるんじゃないかなっていうので、ちょっと今美味しいプリンね探しに向かいたいと思います。銀座かな、銀座あたり狙っていきます。ツイッターありがとうございました。プリン2つ買いました。ちょっとね、時間いっぱいいっぱいなんで、先に寿司で何貫か食べて、そこ出てプリン2つ完食して今日は終わり。寿司三昧の匠です。多分エイジと競ってると思うんでね。全然食えよかった。食ってる途中で気持ち悪くなってきちゃって、6皿しか食ってない。縁側4貫です。もうこれだったらいけるっしょ。いただきます。最高です。最後はですね、僕の知り合いのお友達がやってるお店に来ました。こちらなんですけど、ここで今日は最後お寿司をいっぱい食べて胃に溜めたいと思います。こちらの飛び切りを頼みました。ここに入れていただきました。美味しそうなお寿司です。いただきます。うん、本当に握ってもらいました。こんなのがあります。すごっ、四角いね。うん、ただいま。今7時ぐらいです。コンビニでお菓子いっぱい買ってきました。カリカリコーン、じゃがりこ、うさぎ、ゆで卵、そしてアルコート。はい、という感じで戻ってきました。夜の8時ですね。どんぐらい食べた。まず何点もあったんですか。3点よかった。え、それ下痢起こしてしまいまして、5回ぐらいトイレ行ったんですよ。出た、出しちゃったんだ。これ多分ビリかもしれない。出しちゃったんだ。じゃあ最初の基準覚えてますか、皆さん。僕は覚えてます。はい、じゃあきょんちゃんから。 61.5 からいくつになったのか。多分ダメだと思う。ごめん。 61.5 か。さあどうだ。あれ、いやマジでさ、マジさ、今日何してた。お腹壊しすぎた。いきますね。はい、じゃあ僕は 57.1kg です。 57.1 です、ね。はい、いきましょう。 57.1 が生み出す体重は。おおお、なに、え、58.6。 1.5。 あ、ちょっと、あ、でもそのなに、なに、なに、え、マジ俺何してきたの本当に。トイレ休憩だよ今日。今ね、食ってるけどね、相当移動してる、歩き回ってる、燃焼しちゃってる。はい、59.5 のエイジ君がいくつなのか。では、行っちゃいましょう。最後3パワー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、そんなことある。いや、待って、もう一回乗ってみる、もう一回。待って、食べたふりしてきた。いや、食べたよ。いや、ビリじゃん、エイジ。怖いんだけど、マジで。1日食うだけじゃ太れないんだ。太れないんだね。嘘。じゃあ、行きましょう、どうぞ。じゃあ、行けますよ。よし、いくつだったっけ。66.5。あ、弱い。待って、4でした。1.9 キロと。すっごい。優勝です。よかった。
え、でもこんなんなんだ。3、4キロいったなと思った。いやもう無理だって、エイジめっちゃ食うのに。あ、ダメだ、ビリだこの人。あ、下手下手。このたび、トークマの公式 LINE アカウントが誕生しました。概要欄に URL あります。結構頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか他の SNS 関係全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。